もうすぐ夏休み、朝日は何か予定はあんのか？いや、特には。いいか、夏ってのはな、弾ける若さと持て余した行き場のないエネルギーを降り注ぐ太陽の下で発散させる青春の象徴なんだ。それをお前は無計画に過ごそうとしているのだ、このバカチンチンが。なんかごめん。しかし、そんな朝日くんのために今回は俺が特別に夏のプランを用意した。夏といえば海。身も心も解き放たれるという海でのひととき、もちろん葵ちゃんたちもみんな一緒だ。どうだ？みんなで海か、悪くないな。どうやら朝日くんも彼女たちのことちょっとは気になってきたんだな。別に俺は。で、お前は誰だ？もったいぶらずに教えろよなあ。海はいいけど、この時期はどこも人がいっぱいだろ。あんま混んでるところは。それならご心配なく、特別に超空いてる海を用意しといてやったからさ、共にひと夏のアバンチュールと行こうぜ兄弟。え、お前も来んの？いや、意地悪。次回恋愛フロップス第7話、延長料金取られんぞ。延長大丈夫さ。